80ミリ以上の猛烈な雨が降っています。三重県内では降り始めからの雨量が650ミリを超える大雨となっています。土では午後9時20分までの1時間に 81.5 ミリの猛烈な雨を観測しました。三重県の松阪市飯田区では午後8時50分までの1時間、大台町では午後8時までの1時間にいずれも99ミリの猛烈な雨を観測しました。東海や近畿では今夜遅くにかけて雷を伴って非常に激しい雨が降り、局地的に1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が予想されたり、土砂災害や川の氾濫に厳重な警戒が必要です。汚れるで手がめちゃめちゃと。では気象情報です。伊田さん、ああ、汚した台風による大雨の警戒まだ続きそうですね。はい、こんばんは。